足自由にして、手は正規線に必ず横っちゃってやれちゃう。必ずここと。そして必ずここに置きながら足何やるのもそう。こうやってきてここに来ても正規線必ず。足自由に行くんだし、内側に行くとか、こうね、そういう感じ。じゃあ、これはしょうがないからね、しょうがない、しょうがないから。これさ、両手で持って、で、これ、よりどころ欲しいの。でも、これ、ただの棒で筋肉入んないの。これ、手なの。これ気にして、これ、よりどころ求めてパッてやっちゃダメなの。だなるべくここはもう全然こう動くんだ。自分が気にしてなければ動くんだ、ここは。だ手も同じ。だから、これ来て取りに来てくれないの、ここに。だから、もう一回、ここね。これ取りに来てくれるの。あ、こっちの方がいいかな。こう取りに来てくれたの。彼、この手、こうつなげて、ここの重心、ぐーんって取りに来たの。だから、僕はこの線外して。この次これ嫌だからさ、この部屋嫌だから線外して、なんか勝手に動いたのよ、こうやってだここに筋肉なんか入らないの、上だからだからそういうことをちゃんと分かってないと、ここ余裕のこのパーソンに乗ってこうやって言ったら、これ折れちゃうさ、だから自由なんだから、こう自由でこう出てくる、これここを通じて力をこうやってやってるわけじゃないの、この棒で力を伝えてるわけじゃなくて、これはただの棒だから、ただの棒だから棒に入ったら、そしたらこっちにこう出てくる、そういうふうにやった方がいいんだけど、この辺が分かってると思うんだけど、だなるべくここの筋肉入れないで、なるべく棒だと思ってる、棒だと思って10秒こう10秒と手が離れてるんだけど、今はこうつけてやったんだけど、今は目こうやってつけて、もうちょっとこれ使って、今度、こう使って。
成長する。全部同じですよね。全部こうやってるんだけど、だから要は自由にこういうところは請求線で気にしないところに、こういう言われて一番これあれだから、一番これが一番問題だから、やめないと、やめる練習だから、持たれた時にここ行っちゃったらもう絶対やれちゃう。次の瞬間来ちゃうから。だから、来て、引っ張り込まれてもどうしようと。自分が気にしないで行ってるってことだよね。だから、その練習から、もう少し、自由に。終わっちゃってさ、こうやって戻す、これ。さあ、戻す。戻さない。なんでもいいから。こう、なんか、こう戻すと引っ張り込まれてやられちゃう。だから、いいよ、じゃあね、どうしようかな。あ、じゃあ、ね、今ね、こうやって来てさ、ここが変に戻してくるとバカッとしちゃう。だから常にこの手、ここにもらったら、こっちへ出してなきゃいけない。出すことなくて、こうおへそが向こう向いてる。いつも、そういう状態作ってる。だから、こうに入ってる。これ、こう戻しちゃうとさ、しちゃうよね。その辺が一番大事だから、その、いつも資格もらってるって、資格もらうっていう、なんていうの、伸びた、相手の手が伸びてておへそが向こう行ってて安心した状態でいつも技をかける、そういう癖つける。じゃないで、技の走っちゃうと必ずこうなっちゃうから、必ず来ちゃうから、ね。だから優先順位をちょっと、優先順位は何しろ武道だから、やられないってことなんだけど、最大非優先順位だから。でこれもらっちゃったらアウト、もらっちゃうチャンスを与えないってこと。だから、それからね、さっき吉田さん言ったけど、こう先に出ちゃうとね、彼向こう行っちゃうんだよ。だからなるべくこっちもらいたいの、こっち。自分の中に入れたいの。彼の手をずーっと中に、相手を全部自分の中にこう通していきたいの。だから、こう入ってきたら、ずーっと、ほら、来るまで手出してないの。それ、来てから手出す。初めから手出しちゃうと、こうやって、向こうへ行けよって、向こうを弾いちゃうってなっちゃう。もらうのが目的だからね。彼を自分の中に入れてくる。ここにもらう、それまで手出さないの。そして、来たら、ボカッてやるの。来たら、こういう位置。四角にいつもいる。それから、もらうって、その二つ。すごい大事。で、じゃあ今度はさ、じゃあいいや。こう、内側やったらですね、内側、こう入っていかないんだから。いつも入っていくんだったら、こっち出してるの。そして入るの。これ大事だから。で、こうやってやって。こうやって、これ、こうやって詰めていったらやられちゃう。だから、こう出してる。こっち、こっち。片手にしても、片手でバッサリにしても、ここからこう入ってるにしても、こうやって切って、こう入ってるにしても、むしろ、向こうへ出してる。いつもへそがこうなってる。これ意識して、で、こういうふうに、ひとくってこない、あ、そうね。だから、こういうふうに感じる。じゃあ、ちょっと、打ち替えてるんでもいいし、持ち替えてもいいし、打ち替えた時もこっちだったね、最初こっちで、崩れてきてからこっち入る、そういう感じだから、これこうやっての最悪ですよ、これね。こうやってこうバッと入れて入っていくのね、これ今ちょっとあるね、これ形でこうやってるからしないよ、これ出さないと話になるんだよ、これ出してる。だからここ天地投げの形、それから入るやるんだから、そういう感じ。いないところ、いつもいないところ、彼でも来ないところ。待ってる感じ。じゃあちょっと、まあ打ち返ってもいいし、よし、やるときさ、こう回していく。天地上げやるつもりの方がいいね。これは残しとかないと、最後まで残して、壁がこう入ってきて、こう入ってきて、それから、こういう位置から安心してやった方がいい。それがこういう、こうやって、こう入ってきちゃうと、来ちゃう。だから、なるべく深く入って、手残しておく。こうやって、残しておく。それで、こうして、どこまで、ね、入り身投げみたいな。入り身、天地投げのことだと。あ、最後からこうやってやっちゃったら、彼に向こう行っちゃうから。なるべくここに入ってきて、なるべく来ないぞって言う、ね。完全に来ない。こういう位置。で
くどんどん持っていくんじゃなくて、どんどんこっちへ残して、そうするとおへそがこっち来てるから。彼なんかこっちに、うん、そしてこうやってこう、ローテンされたり、こう、手は持たすことが必要ないので、伸ばしたければローテン使えて、こうやって伸ばして、これ、持たせたら早いって言うんですよ。ローテン、ローテン、こうやって切ってさ、こう出しておく。こっちどんどんなってくる。こっちで出しておく。で、出たところをこうやって走って、早く。今度はこっちからこうに入るんですよ、ね、今はこっちでみんなこう大丈夫で今度はこっちから入るんですよ。で後ろ入る横目打ちもらえる横来た時に今度は横来た時にこうやってパッて弾けばないんで、ね、こうやってパッて弾いてきた感じだからそれはこうこうこれ練習すれば練習がたくさんかかってれば打ってくれば自然となるから この統計も大事こう正面、ね、こっからこう正面でしょこう入ったりこれはこうして本体からこう正面こう同じ形だやりたかったら横面にこうしたら何しろタイがこっちへタイがこう向いてるとダメなのねだからちゃんと深く入って彼が奥になってないと自分の相手の方と同じ方向こうやったら彼がこっちに向いてるそしてポイントはだから、ポイントは線を外して、ね、入って、そしたらムゴムゴ、結構、結構、じゃあ、横面でこう打ってくるのと、片手同じだから、両方やりましょうか。この手で、この手、ね、この手で、この手を打てる。だから、こうやって、こうやって、そういう感じで、意識として。だから、これ、くすぐるから、こう、分けて、よけて、それで、ここが。でこう入ってくるんだったらこうだし、まあこう、ね、先に当ててこう入っておいていい感じ、そういう話ね。で今度はこう来るね、こう来るんだけどこう入っちゃう。そういつもね今後ろ入ったでまっすぐこう来た時にこれ来るのこうもらう。もらってるだけ手でやってんじゃん手でこうやって手をこれ一番最悪でなんか受けこの手止めたら自分がずっと出てくるのこういうのこういうの1ねそれだけなあんまり手であんまりじゃなくて絶対ちょっと難しいんですよ手をやって使うとねそっちを落ちっちゃってみんなギュ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 手で大体どうするパッとフルフルガラキでやっちゃうからね。だからこの手を止めて、この手ある程度、ここが来ない位置に、来ないように出すと、出してやってる。そういう意識ね。で、ちょっとじゃあ、この手入りましょう。見ながらかわかんないけど、こうやって手、ここで止めてるのね。だからよいしょってやり、仕切り直しがないから、運動だから。仕切り直しちゃダメ。で、みんな、本部の先生なんかもさ、みんな止めてから何かやってんだよ。なんか、受け身の準備ができてる、壊しちゃいけないと思うから。受け身、あ、できましたか、じゃあ行きますよ。そういう感じでやってるけど、ゆっくりでもいいから。あんまりきつい。これ、付き合いになっちゃうからね、こうやって止めるとね。もう付き合いしてる。よりどころもらってからよいしょってやる、またやらなくちゃいけない。
ゆっくりでもいいから、こうずっとほら、出てないといけない。ゆっくりでもいいから。これ止めちゃダメなの。止めてから次のなんか足出そうとってなって、こう上がって下がってきたから、これどんどん出てきたの。動いてるのいつもいつも。少しずつ、少しずつ。ゆっくりでもいいから。で、それがちょっと目立つから、みんな結構それ止めてるから。今度これかね、これ。これだと、これもう止めちゃうんだけど、これは来たらね、こうやってさっきこう入ったよね。これ嫌だから、ここ最低限で、ここね、カバーして、最低限。で、彼打ってくるから線でもらって、で、この、ここ打ってくるから、線でもらったのがここ、カバーして、それが入れ替わるの、こういうふうに。こっちの手だけ。ね、こうやってきて、ここをね、ほら、こう、で、入れ替わってんだよね。くるりんって、で、こう振ってきたのがこっち。こう来たのがこっち。やってることは同じ。だから、パッてこう、こうほら、ここに振ってるんです。そういう感じだ。横に振ってないから、例えばこう、横にとか、こうやってなくて、ここに、こう、こちらだと、ここに振ったの。だから、縦に振ってない。この手使ってない。この手を受けてこういうふうにやってない。勝手に彼打ってきたんだけど、彼勝手に受けてきたのをこうやってるからね。で、ここ打って嫌だなと思ったら少しこうやって抜ければ。で、今度この横目打ちでやりましょう。こうやってきたら少し五になって。よし、足戻して。それでここなんですね。線とこと入ってる。これ線、これ線。先に打って、振りかぶった時には終わってんの。終わってんの、これ。それでこういうふうに入ってきたよね。で、こっから一挙できないから、落とさしちゃう。切り落とさして、それから入ってきて。これ、この形。線で入って、ピュンって打たしてこうなって、で、ピュンって入って、これ線ね、振りかぶったとこ終わってる感じ。そしたら、打たせるからこうなるの。こうなって、上がってきて、ここ。それで裏入るからこっち。表入るからこっち。ここ。狙ってるから。これが一つね。それでもう一つ。もう一つ。こうして、こうしたら、そのままこう抜けちゃうんです。これ違う。もう立ち上げましょう。ちょっと、お前止めることがすんなり。こうしたら、このままここに、ここに入っちゃう。ゆっくりでもいいから。こう、パッ、ね、こう。そしたら、このまま出しちゃう。危ない。危ない。危ない。危この2つね。じゃあ、一挙と、これ抜けやる。一挙は、前にやる。